コールは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦の17番艦。艦名は、太平洋戦争中、硫黄島の戦いで1945年2月19日に、戦死したアメリカ海兵隊軍曹ダレルエスコールにちなむ。その名を持つ艦としては、ウィックス級駆逐艦の一隻であるコールから数えて2隻目である。コールは、 ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で建造され、1996年3月11日に海軍に移管された。2000年10月12日、コールはイエメンのアデン港で自爆テロ犯の攻撃を受け大破した。犯人はボートを使ってコールの原則で自爆し、17名の水兵が死亡し39名が負傷した。アメリカ政府はコールに対する 攻撃犯及び支援者の逮捕、または、有罪判決に結びつく情報に対して500万ドルの、懸賞金をかけた。2002年11月4日、コール襲撃計画の主犯とみなされたアブアリアルハリチは、CIA の RQ-1 プレデター、無人航空機から発射された AGM-114、ヘルファイアミサイルによって死亡した。コールは、ノルウェーの重量物運搬船メガボルト、 ブルーマーリンによってアメリカに運搬された。2000年12月13日、ブルーマーリンはミシシッピ州パスカグラに到着、コールはインガルス造船所のドックに降ろされた。14ヶ月にわたる修理の後、コールは2002年4月19日にパスカグラを出港、バージニア州ノーフォークの母港に帰還した。2003年11月29日にコールはノーフォークを出港した。 アルカアイダは当初2000年1月3日にザ・サリバンズを攻撃する予定であったが失敗したため目標をコールに変更したと考えられる。これは2000年攻撃計画の一つであった。ブルーマーリンによって運搬中のコール。ありがとうございます。